こんにちは。本日は WWF ジャパン、脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオの発表会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。私は本日の司会進行を務めます、WWF ジャパン気候エネルギーグループの田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、世界では温室効果ガス排出実質ゼロを目指す動きが各国で加速化をしています。ついに日本も今年10月に菅首相が2050年温室効果ガス排出実質ゼロを目指すと宣言をしました。早々と宣言をしていた欧州連合に加えて、今年9月には中国が2060年ゼロを目指すと発表しています。さらにアメリカではバイデン次期大統領の下で、アメリカがパリ協定に戻ること、そして2050年ゼロを目指すことを約束しています。こうした各国がゼロを目指す動き、加速化する中で、日本が本当に2050年ゼロを実現するために必要になってくるのが、その途中の道筋でもあります、2030年、この温室効果ガスの削減目標を現在は26%という値からいかに引き上げることができるのか、これが非常に重要になってきます。さらにそこに重要になってくるのが、現在議論が進められています2030年のエネルギーミックス、これをどのような形で改定をすることができるのか、これがさらに大きな鍵となっていきます。WWF ジャパンでは、2011年から発表してきました脱炭素社会に向けたエネルギーシナリオ、これをここ10年弱の大きく変わったエネルギーを取り巻く状況を反映しまして、新しい報告書、脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオとして、本日皆様に発表させていただきます。合わせてその報告書を踏まえまして、2030年のエネルギーミックスの在り方についての提言もご紹介をさせていただきます。本日のプログラムをご案内します。本日のプログラムはこのようになっております。今日の講演、対談などで、提言などで使いますスライド、そして報告書本体、提言書、またスピーカーのプロフィールや、皆様に発表会後に、お願いをしたいアンケートのリンクなど、これらにつきましては、チャットボックスに随時、リンクなどをお送りしますので、ぜひそちらからご覧ください。また本日最後に質疑応答の時間を設けています。この質疑応答ですけれども、皆様の画面の下の方に Q&A と書かれたアイコンがあるかと思います。こちら開きますと、テキストで質問を入力して送信する画面が出てまいりますので、ぜひこちらからご質問をテキストでお寄せください。時間の限り皆様のご質問にお答えしていきたいと思っています。またこの質問は講演などの途中で思いついた段階で構いませんので、ぜひその時々でぜひお寄せください。さて、それではプログラムに早速入っていきたいと思います。まず最初に、脱炭素社会に向かう世界の現状と今日本に求められることということで、WWF ジャパン事務局長の当倍貞義よりご挨拶を申し上げます。それでは当倍事務局長、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。WWF ジャパン事務局長の当倍と申します。本日は師走のお忙しい中、このエネルギーシナリオ発表会にご参加いただいてありがとうございます。現在ですね、220名を超す大変多くの方にご参加いただいてます。なぜこんな多くの方に今日このエネルギーシナリオの発表会に来ていただけるのか、私もずっとこう考えています。2020年、今まさに終えようとしてますけれども、今年は変化の年でした。日本、気候変動、気候危機に対して今までは低炭素社会と言ってました。でももう10月に菅首相が2050年脱炭素と言った瞬間、もうそこで変わりました。変化が起きました。アメリカも同じです。バイデン新大統領、2050年ネットゼロです。中国も同じです。世界で政策が変わっています。変わったんです。ということは、大きな政策が変わったということは、それに従って
もちろんエネルギー政策も変わる、経済政策も変わる、企業が競争するルール、環境も変わっていく、そういう変化がまさに今起き始めた大きな変化点の年、それが2020年でした。2021年は今度はその変化が始まっている中で新たな選択の年だというふうに WWF では考えています。特に日本は新たな選択の中でどの選択肢を選ぶのかということが今まさにいろんなところで議論が始まっています。私たち WWF ジャパンは2011年以来ですね、日本はどんな選択肢を選びうるのか、実現可能な選択肢は気候に対する、気候危機に対する、エネルギーに対する選択肢はどんなものがあるのかということを土屋先生に共同研究委託をしながら皆さんにお示ししてきました。今年の2020年エネルギーシナリオ、これはメジャーアップデートです。かつこれは提言というよりは本当に実現可能な選択肢なんです。どういう部分が本当に実現可能なのか、どんな条件で実現可能なのか、ぜひ今日は皆さんに聞いていただき、ご質問いただき、忌憚のないご意見をいただきたいと思っています。これがもし皆さんの期待に応える、皆さんが選択したい2050年脱炭素社会の実現可能な選択肢としていい選択肢であるなら、今度はこれを選ぶということに私たち移っていくことができます。そういう意味でも今日はぜひですね、皆さんに忌憚のないご意見をいただきながら、これが本当に選びうる、実現できるだけではなくて選びうる、選択できる、選択する、そういう選択肢としての議論を始めるスタートができたらなと思っています。皆様、今段階で240名を超す方がご参加いただいています。この240名を超す皆さんと一緒に日本にとってより良い新たな選択肢を選ぶ年、それが来年2021年である、そういうふうに実現できるように私たち WWF も取り組みたいと思いますし、皆さんのご意見を生かしていきたいと思います。本日はご参加ありがとうございます。はい、事務局長の当場よりご挨拶を申し上げました。続きまして、次のプログラムに入ってまいります。次は講演です。本日発表します脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ、これを委託をしましたシステム技術研究所の所長、土屋春樹先生に本日お越しいただいています。ご講演は土屋先生にお願いします。それでは土屋先生、ご講演よろしくお願いします。システム技術研究所の土屋です。今日は2050年脱炭素社会に向けた 100% 自然エネルギーシナリオをお話しします。このシナリオの内容の目次ですけれども、まず最初に将来のエネルギー需要を推定するということをするために、どういうことが日本の社会で起こるかということを考えて、一つは人口減少。それに伴って社会の様々な活動の方向性が変わってくると。一番大きなのは産業の構造変化としてどういうことがあり得るかということを推定しました。で、2030年、2050年のエネルギー需要を推定しました。エネルギーがどのくらい必要になるか。で、今度はそれを国内にある自然エネルギーで賄えるだろうかということで、自然エネルギーの導入可能量をチェックしました。で、次に2030年と2050年のシミュレーションを1年間8760時間の電力供給を太陽光や風力などを利用して行うシミュレーションをします。で、2030年の場合には、約 30% を占めている石炭火力がありますが、これを、自然エネルギーの導入が半分ぐらい進んでいけば、これを廃止できるのではないかということを検討。それから2050年のシミュレーションでは、電力だけでなく、電力以外に熱と燃料にもエネルギーが供給されます。
は製鉄を水素で行うとか、身の回りにある熱を利用してヒートポンプで低温の熱を供給するとか、乗用車の屋根に PV、太陽光発電を乗せて、走行用のエネルギーの一部を賄うというようなことについて検討しています。で、エネルギーの供給構成、電力だけでなく熱や燃料にも供給する。その内容をまとめてみました。で、このようにすると太陽光や風力の規模が非常に大きくなってきまして、国内でそれを設置するには相当な国土面積が使われるのではないかということが考えられますので、どのぐらいの設置面積になるか、それを検討しました。で、最後に最近その CO2 を把握してそれを再利用する、物質資源として再利用するというようなことが話題になっていますので、それについての考え方をご紹介というふうに目次としてはなっています。それでは進めたいと思います。最初に 100% 自然エネルギーシナリオというと、まあ目的は安全性とかセキュリティとかエネルギー自立とか CO2 排出ゼロなど核減少とかいうことが考えられるわけですが、問題点として安定供給が可能なのか、太陽や風力が変動します、エネルギー資源は国内に十分あるのか、大きなエネルギー貯蔵が必要か、コストは非常に大きいか、というような疑問が浮かび上がってきます。今日はそういうことにも答えられるようにしたいと考えています。さて、この自然エネルギーシナリオの作成プロセスなんですが、まず最初はエネルギー需要を小さくしていくということが必要ですし、経済的にも供給を増やすより需要を減らす方が効率が良いことは分かっていますので、需要の削減ということを考えます。それは人口が減少する、社会が持続可能な社会へ移っていく、産業構造が変化し、エネルギー効率を向上するというようなことを組み合わせることによって、エネルギー需要の削減を考えます。次に国内で自然エネルギーのポテンシャルがどのくらいあるか調べて、2030年には電力の半分を自然エネルギーで、2050年には電力だけでなく熱燃料需要も含めて 100% 自然エネルギーを供給するというようなことをすることによって、エネルギー需要の削減と組み合わせることによって2050年の CO2 排出量をゼロにするということを検討します。エネルギー需要が削減できれば自然エネルギーの供給を行う場合の問題が小さくなって、無理なく CO2 削減が実現するというふうに考える。さて、そこでまず将来のエネルギー需要の推定方法なんですが、将来2030年とか2050年のエネルギー需要をどうやって検討するか。基本的な考え方は2015年を基準年にしまして、将来社会の活動がどう変わるか、例えば人口とか素材の輸出、鉄鋼の輸出とか建物の長寿命、そういうようなことがどう変わるか、それからそこに使われる様々なエネルギーに関係する技術の効率向上、断熱住宅とか LED 照明、ヒートポンプ、電気自動車、エネルギー需要を半分とか3分の1に減らすような技術がたくさんありますので、その導入を考えると。この、席で決まってくると考えました。で、2030年と2050年のおおよそのエネルギーシナリオは、ここに書いたようなものです。2030年には2013年レベルから CO2 排出を半分ぐらいにする。2050年にはもう CO2 をゼロにする。需要は人口減少によって活動度が減少していく。将来は2050年には人口が 80% 減りますので、産業構造の変化と合わせてエネルギー需要がおよそ半分ぐらいに減っていく。これエネルギー供給に関しては2030年には 50% を自然エネルギーから、 100% を2050年には自然エネルギーから。で、その2030年には自然から 50% ですが、残りを石油と原子力から供給します。例えば原子力に関しては
すでに再稼働を決定したもの、あるいは適合性審査完了済み、申請済みのものは稼働するが、新規建設はしないと。2030年には3基のみ322万キロワットが稼働、2038年以降はゼロになるという想定をします。民生部門でも効率の良い、品が出てきて、需要に供給する。産業部門では産業構造が変化する。運輸部門では自動車が電気自動車になる。2050年には余剰電力から水素を作って、船舶や航空機に供給する。というようなことがおおよそのシナリオです。さて、最初はその人口の減少ですけども、2017年に人口問題研究所は、2015年から2050年まで人口がこう減っていくということで、人口が約 80% になるということを発表しました。エネルギー需要は GDP にも、比例するというのが長く続きました。最近では GDP の関係は、関係が強い、運行が小さくなるとエネルギー需要が減少し、産業部門のですね、構造変化の推定ということをしています。変化の要因は人口減少と素材輸出の減少。鉄鋼業は製造した、鉄鋼の3割近くを輸出しています。素材として。建物の長寿命化、建物の寿命を長くすることによって、建物に使われる資材、消費量が小さくなる。それから情報化、特にペーパーレスですね。電子技術によって、そういう効率の良いものが作られるということで、それぞれの産業分野ごとにですね、この要因がどのぐらい効いてくるかということを計算してみました。そうすると、農林水産、食品飲料、繊維工業と日常生活に関係が深い産業は人口比で 80% ぐらいに2050年に。それから、素材に関係する材料資源に関係が深いパルプ、紙、プラスチック、セメント、鉄鋼等は 60% 近くに減少する。で、一つ伸びそうなのが、知能情報機械などを輸出する産業。これが 1.5 倍近く増加する。コンピューターとか自動運転自動車、ロボット、AI 機器。これが GDP への寄与が大きくて、GDP を減らすことなくですね、2050年には、こういう形で産業構造が変化するのではないかというふうに想定。それぞれの産業がどのくらいエネルギー消費を引き起こしているかは分かっていますので、それによって将来のエネルギー需要を推定することができます。さらに効率向上することができます。家庭部門ではゼロエネルギー配送。エアコンの COP が効率よく、照明は LED になる。産業部門でもゼロエネルギービル。OA 機器はフラッシュメモリーがハードディスクに変わっていますので、PC やデータセンターの電力消費が非常に小さく。というようなことが考えられます。それから、産業部門と運輸部門では鉄鋼業の生産が半分、1050年には半分近く、サイクル率が 70% に、水素製鉄で1600万トン、電炉で3800万トンぐらいを製造する。化学、用業、環境、もう高効率の省エネルギー機とか、分野横断技術ではインバータ制御モーターが広範に導入される。運輸部門ではカーシェアリングとかエコドライブとかいうことが起きていますが、どのくらいの影響があるか、定量的に議論ができないので、これは特に扱っていません。自動車に関しては軽量化して効率が良くなって EV、FCV に変わっていく。乗用車は2050年には全て EV。トラックは EV と燃料電池車、FCV に半分ずつになる。乗用車そのものは、1300万台から3700万台ぐらいに減少していく。船舶は小型機はバッテリーまたは水素電池で、大型機は水素と燃料電池。飛行機も同様なことが行われるというふうに考えます。こうやってエネルギー需要を推定しますと、2015年のエネルギー需要が
2030年、40年、2050年と小さくなっていって、最終的には現状の 42%、人口で8割になって、産業構造の変化で、効率が向上するということで、その要素を掛け合わせると、このようなことになります。そうしますと、電力需要と熱燃料需要がどうなるかということを検討できます。電力需要は実は送電線からある時刻に必ずその時刻に供給されるという電力需要がありますが、これは電力需要 A というふうに言います。この他に将来生じてくる電力需要は、時間的に自由にシフトできる電力需要 B というものがあるんですが、とでこれは余剰電力から供給するということで、さて、ここで電力需要 A だけを見ますと、2015年からですね、2050年まで電力需要は、62% ぐらいに減少していきます。それからこの上側にある燃料需要、これは産業構造の変化がありますので、非常に大きく、あるいは自動車用の燃料が電気に変わることによって3倍から4倍効率が良くなりますので大きく変わります。で、2050年には 42% ぐらい減っていくということを。さて、そこで自然エネルギーがどのぐらい導入できるかということで、分かっている保存量と導入可能量を、最近はこの数字はどんどん大きくなってきていまして、環境省の調査などによりまして、例えば公共用の PV ですね、住宅用の PV 養生風等がどのくらい使えるかというような数字がだんだん大きく上がってきました。太陽光発電の導入ポテンシャルとしては、公共用の PV が学校、鉄道、道路、住宅用が独立住宅、集合住宅、屋根と壁ということに、日本の10個の地域のそれぞれにどのぐらい、ポテンシャルがあるかというふうに調べました。シナリオでは2050年に2つの合計で360ギガワット、3億6000万キロワットぐらいの太陽光発電が入るというふうに想定しています。風力発電も陸上と洋上風力、洋上は着床式と対式とありますが、非常に大きなポテンシャルが報告されています。特に北海道と東北では大きい、九州も大きい、合計で145ギガワット、6億4500万キロワットぐらいの風力発電の導入を検討しています。さて、先ほどお話ししました、製鉄なんですけれども、高炉製鉄に代わるものとして、水素製鉄というのが考えられています。鉄鉱石をアルカリ電気分解する、第一は水素で直接還元するということで、電気を使って直接、還元します。現状では石炭を使って高炉で、還元しているんですが、調べてみるとですね、必要なエネルギー源単位はあんまり変わらない。逆に言うと石炭などよりもこの電気でやるアルカリとか水素直接還元の方が小さいということが発表されています。アルカリ電気分解はアルミニウムの電気分解とちょっと言いますけれども、実際は水素で直接還元する、方が、今実際に天然ガスの還元製鉄というのは行われていますので、その延長線上に水素直接還元が考えられます。今回はちょっと大きいんですが、これを、するということで計算をしています。エネルギーが主力になればですね、北海道とか九州の豊富な風力を利用して、そこにはもともと製鉄会社があった、現在もあるわけですけど、そういう場所ですので、そういうところで実現されるのではないかというふうに考えます。鉄鋼生産のうち、1600万トン、約 30% を2050年には、この水素製鉄、残りはリサイクル鉄で、燃料で生産する。考えてみます。さて、そこで1時間ごとの電力需給を太陽光と風力発電によって供給するということをシミュレーターで計算してみました。ロデータを利用しまして、1時間ごとに電量を計算して、
どういうふうに統一すればいいかということを考えます。まあ、蓄電の想定として、揚水発電が2600万キロワットありますので、それにさらにバッテリーを追加して蓄電するということをしてみます。太陽光発電は842地点のアメダスの地方データの地点に、10キロワットのユニットを設定するということを直しました。風力発電はそのうちから風の、良い風の吹く地点を、利用率 20% 以上の点を選び出しました。14地点ありましたから、そこに4メガワットで大型の風車を立てるということで計算をしました。実際に計算してみますと、これが1年間の1日の24時間の平均的な、風力発電の発電。で、これが太陽光発電、昼間だけです。で、12ヶ月で見てみますと、太陽光発電は6月、7月がちょっと大変ですが、まあ、冬が小さく、夏は大きい。ところが風力発電は6、7月、夏は小さくなるということで、それぞれはお互いに補完し合うんですが、6、7月頃が両方ともちょっと小さくなるというような状態になっているということがわかります。そこで2030年のシミュレーションをしてみました。2030年には太陽光と風力発電を、太陽光を 161GW、風力発電を 42GW、4200万キロくらい持ってきまして、発電をします。この発電構成が全体の半分ぐらいが自然エネルギー、バイオマス、太陽光、風力、水力、地熱等になる。残りの半分のうち、かなりの部分をガス火力が占めます。で、あと、ごくわずかですが、原子力と、それから石油。石油は、そして、離島の発電ですね。そういうところで使われていますので、ある程度残っているというふうに考えられます。この場合には、バッテリーは100ギガワットアワー設定しまして、発電量が1年間の電力量790テラワットアワーに対して、896テラワットアワー。3% ほど余分に発電するという形になっています。さて、そこで石炭火力がゼロにできるだろうかということなんですが、実際日本にある石炭火力発電所を調べてみますと、出力合計で4800万キロワットぐらいあります。で、そのうち10年以上の寿命、現在ですね、10年以上経っているのが4000万キロワットぐらいです。2030年にはこれが20年以上になるわけですので、これを廃止するというようなことが考えられます。そうすると4007万キロワットの廃止。ほぼ 83% ぐらい廃止するということになります。で、それは費用が大きく かかるのではないかと考えられているわけですけれども、現在電力需要の約3割ぐらいを石炭火力が、負担しています。で、2030年には、その、電力の半分を自然エネルギーでということで、残りをガス火力でやるということですから、石炭火力の、ある部分をガス火力で交代する。石炭火力全部をですね、ガス火力に変えたらどのくらいのコストになるか。政府の、石炭とエネルギー火力の、1キロワットアワーのコストが発表されています。LNG は13円から14円キロワットアワー。石炭は12円前後というので、差は 1.4 円から 1.6 円ぐらいです。だから石炭火力で発電している電力をすべてガス火力に転換した場合には、1年間に3600億から4000億円ぐらいの費用を発生します。ただしこれは2030年には太陽光や風力のコストが低下してきますので、この費用の差はもっと小さくなるかと思います。地球温暖化で台風が強烈になって、年間2兆円以上の、災害が生じているというような報道がありますけれども、こういうような費用で そういうことを防止していくことができれば、ある程度納得できるのではないかと私は考えています。で、次は2050年のシミュレーションですが、ではすべてのエネルギーを自然エネルギーでという
で、電力供給はここにありますように、太陽光と風力、それから水力、電熱、バイオマス、というようなことで、発電が行われます。年間電力需要は578TWh で、現状の電力需要の6割ぐらいなんですけれども、これに対して発電量はその倍ぐらいになります。大きく発電して、この差は余剰電力。それをですね、電力需要 B に供給。この場合は蓄電用に、バッテリー 300GW 供給 しています。沖縄は、送電線がつながっていないんですが、バイオマスとバッテリー、太陽光と風力を増やすことによって自給自足が可能です。他の旧地域は送電線がつながっていますので、全体としてお互いにやり取りをすることによって、このバッテリーの容量を小さくすることができます。特に風力発電が増えてくると、電力供給が絶え間なく生じるようにできますので、蓄電の数値が小さくて、ということがやってみるとわかります。さて、そこで将来のエネルギー供給構成がどんな風になるかなんですが、2015年から2030年までどんな風になるかを一覧で見れるようにしました。2015年には石炭がここにあって、から石油があって、ガスがありますが、これは2030年に向かって減少していきます。石炭が減少し、石油が減少する。から天然ガスが増えます。ガスが発電量を増やしていく。で、これは、供給側の一次エネルギー供給を見ているので、実際には発電の損失がこんな風に生じていますので、最終的に供給される最終エネルギー需要はこの辺になります。で、この発電の損失がだんだん小さくなっていって、発電損失のない自然エネルギーからの、電力が供給されるということになります。火力発電の損失は投入したエネルギーの6割ぐらいが損失になりますので、こんな風に大きな損失が現在は生じているということが、ね、まあ、お分かりいただければと思います。さて、それで電力供給システムの構成を見てみますと、2015年から2050年、2030年にはエネルギー需要が小さくなるということが聞いてきますので、少し減りますが、余剰電力を利用して、他の、エネルギーの用途にも電力を供給していくということをしますので、40年、50年と供給量が増えていきます。で、その多くをこの赤い太陽光からブルーの担うというようなことになります。これをダイナミックにシミュレーションした様子を見ますと、これは3日間の状態ですけれども、この黒い線が電力需要を表しています。で、赤いのが太陽光発電。緑色が風力発電、水色が水力発電と表しています。昼間に太陽光発電が非常に大きくなりますので、あまりに大きなピーク部分は廃棄する。残りの部分はバッテリーや揚水発電で充電する。あるいは水の電気分解というようなことをして、この部分は電力需要 B に供給するというようなことをします。で、この余剰電力の利用なんですが、これは時間的にシフト可能な電力需要 B というのが、電気自動車、燃料電池車、水素製品、重高温の加熱です。で、余剰電力の発生量を見てみますと、詳しく見るとこれ1月から12月末までこんな風になってまして、6、7月頃に小さくなります。別に見るとこんな風になります。ということで、この辺が一番蓄電装置が働く。で、先ほどあまりのピークの大きいところは使わないというふうに言いましたけど、これは負荷持続曲線といって、横軸方向に時間をとって、その時に発生している電力を大きい順に並べると、このようなカーブが。で、このピークの半分ぐらいの設備を作りまして、例えば水の電気分解と。電気自動車の充電設備とか、その半分の設備で約 82% の電力が利用できるというのが
が計算可能ですので、18% ぐらいは、まあ、損失という、余剰抑制するというか、全抑制するか捨てるということになるかと思います。で、他にもいろいろな技術が考えられまして、自動車の屋根に太陽光発電を設置するということを、前から私は、可能性があると思っていますが、メドではですね、シャープとトヨタと言って、リユースの屋根に効率 34% 以上の宇都宮、0.03 ミリアーツの太陽電池を取り付けて、実走行する自動車の実験をしています。1日の充電量で 44.5 キロ走行できるということです。将来は充電スタンドがなくてもですね、電気自動車が利用できる。あるいはバッテリー切れでもですね、太陽が照っていれば走行できるというふうになるかもしれません。シナリオです。では2050年に、年間走行エネルギーの 30% を賄うというような想定をしていました。航空機ですけれども、今年の9月にヨーロッパのエアバス社が水素ジェット機の開発を、水素で飛行機が飛べるということは前から言われてたんですが、具体的な数値として、例えばプロペラを回転させるスタイルで100人乗り 1600km 航行、それからこういう三角翼、それから、ターボファンですから、水素の燃焼ガスを吹き出すタイプですね。で、200人乗りで、3200km 以上走行。これの倍の性能を持ったものを、2035年までに製造するということを発表しましたので、こういう方向になるのではないかと思います。さて、その自然エネルギーの供給をどんなふうにやるかなんですが、発電したものを電力需要 A、土壌を電力需要、太陽熱、バイオマス、周囲熱を低温熱。この小さな数字は、どのくらいの、エネルギー量を供給するかということを表しています。これを、一覧できる表を作ってみるとこんなふうになります。縦方向にエネルギーの用途が書いてあって、横軸方向に熱燃料需要の供給形態。余剰電力は電力で直接加熱したり EV に直接電力を供給する。あるいは水素を鉄鋼業に供給したり、飛行機や船に供給する。から周囲熱を使ってヒートポンプを組み合わせて低温熱に供給する。バイオマスと太陽熱を使って中温熱、低温熱に供給する。というふうなことをすることが考えられるので、余剰電力だけでなく、バイオマスと太陽熱も組み合わせて使っていくということを考えました。で、こういうふうなことを考えますと、太陽光と風力が大きな役割をしまして、それが設置面積がどのぐらいになるのかということがちょっと気になります。環境省の調査では、住宅用の PV、公共用の PV、風力等の単位面積あたりにどのぐらい設置できるかという、単位面積あたりの立地が、面積が分かっています。で、環境省の報告書に載っていますので、これを、2050年に想定しました住宅用 PV、公共用 PV、かける面積が出ます。国土に占める割合がこんな風に、住宅用 PV は 0.8%、公共用 PV は 0.39%、風力は 2% ぐらいという風な、風力の場合は、タワーとプロペラのある部分の面積ではなくて、風が風車を回して、再び上空のエネルギーを、隣の風車に、エネルギーを与えるために必要な面積ですので、実際にこの 2% を全部占有するわけではなくて、ごくわずか、ほとんどの部分が、海洋であったり牧場であったり、現在の国土の利用状況は森林が 66%、農地が 13%、
19.5%、道路 3% ですので、住宅用のこの面積はこの 19.5% の中に含まれますので、まあ、全体として 1% から 2% の範囲に十分収まりそうだということがわかります。さて、今のような計算をすると、二酸化炭素の排出量を計算することができます。2013年、15年にありました12億トンとか11億トンとかいう排出量が30年には半分に、2040年には3割ぐらい減っていって、2050年にはゼロにするということが可能です。さて、そこで最後になりますけれども、カーボンキャプチャーというような、空中の二酸化炭素を捕獲して、地中に埋めるとか、化石燃料のプラントや火力発電プラントから出る CO2 を捕まえて、地中に埋めようというようなことが考えられていますけれども、今からそんなことをすると化石燃料の利用を拡大するということになりそうですので、私としては将来2050年が過ぎてからですね、その空気中から直接 CO2 を回収するダック、ダイレクトエアキャプチャーと言います。これをやって、例えば太陽光と風力を、発電量の 5% ぐらいですね、合計で50テラワットアワーぐらいを使いまして、ダックで CO2 を回収して、さらに水素の製造を行って、CO2 と水素から、年間に数百万トンの建築材料を製造するというようなことができるのではないか。これを長い期間続ければ大気中の CO2 濃度を下げていって、最終的には温暖化の影響をゼロにできるのではないかというふうに考えます。CCS とか CCUS についてはこんなふうに考えた方がいいのではないかということを絵にしています。で、私の話はこれで、おしまいですが、2050年にこのようなアイディアで二酸化炭素の排出量をゼロに出るのではないかと考えています。ご清聴ありがとうございました。土屋先生、ありがとうございました。皆様、質問がございましたら、ぜひ Q&A の機能からテキストでお寄せください。続きまして、プログラムの3番目、対談に入ってまいります。対談は、この報告書を踏まえまして、2030年のエネルギーミックス、そして温室効果ガスの削減目標、これがどのように引き上げ、改定ができるのかというその可能性についてお話をしてまいります。対談は、引き続き土屋先生、そして WWF Japan 専門ディレクターの小西の2人でお届けします。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。土屋先生、ありがとうございました。じゃあ、ここから、このまさに2050年ゼロを目指すということが日本も菅首相のご発言で決まっていますので、それを可能にする2030年の在り方、特にこれパリ協定に提出します目標、これ今日本は2013年比で 26%、世界から著しく低いと評価されているんですが、それが今回の我々の提案でどれぐらい可能なのかということについても詳しく先生に伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、実は私たちこれ土屋先生にお願いして、この、日本全体の2050年 100% シナリオっていうこれ皆さんにご提案するのは実は3回目なんですよね。もう2011年から13年にかけて詳しく省エネ、再エネ、そして費用で電力系統でそれが可能か、でまた2017年にアップデートしまして、今回3度目ということになります。さて先生、今回のこの前回の2つに比べて今回踏み込まれた点というとどういった点になるでしょうか。一つは、エネルギー需要の推定にあたって産業構造が変化しているということで、日本の産業をいろいろ見ますと、今やってきたやり方が通用しなくなってきているというようなところがいろいろなところで見られます。ということで、特に素材関連ですね、資源を大量に消費している産業が、これまでと同じようなことをしないで、
変化していく。特に、コンピューターとかロボットとか知能情報機械とか自動運転自動車とかいうような高度な技術の生産の方向に向いていって、先進国らしい発展の仕方をするということで、産業構造の変化ということを考えると、ここで必要なエネルギー量を非常に小さくできるということが分かりましたので、それを、設定しました。それから、供給面ではですね、太陽光と風力の、ポテンシャル調査が進んで、非常に大きな太陽光と風力も無理がないというようなことが分かってきました。10年前にこのような数字を言うと、みんなからクレイジーだと言われたんですが、今ではそういうことを言われなくなりました。そういうことがあります。はい、さらに、車上 PV とかですね、それから水素ジェットなんていうようなのも技術的に出てきていますので、このようなことからいろいろな解決手段が具体的に発生してきているということを組み込んで、水素製鉄もそうですけども、こう考えてみました。以上が今回の主要な点です。はいはい、ありがとうございます。今回特にやはり我々も全員非常に苦しんでおります、この新型コロナウイルスによるこの経済の停滞、ここもうまさにアフターコロナには経済復興策として、巨額な、200兆円以上のこう投資がされると今、言われているんですけれども、そういった時にこそまさに、今後本当はそちらの方向に行くべきだったところがより産業構造の転換が加速される、そこにさらに今回のシナリオは予測を大胆にされたということですね。はい、製造業が、いわば日本国内においては下がっていくということに対して皆様はご意見もね、Q&A でもいただいておりますが、いろいろご意見はあるとは思いますが、現実を直視した場合ということを非常にこう検討していただいたのかなと思っております。あと面白いのが自然エネのポテンシャルって、これ今までシナリオを見てくるにつれてどんどんポテンシャルの方が上がってますね、先生。そうなんですね、ポテンシャルが増えていってるんですよね。はい、はい、やっぱり技術がよく分かってきているということだと思いますね。はい、はい、逆に可能性がどんどん まさに開いてきてるということですね。はい、はいはい、ありがとうございます。で、あとですね、やっぱりその2050年ゼロを達成するために2030年がどうあるべきか、で特にこの日本の場合は温室効果ガス削減目標、CO2 削減目標というのは、9割が結局はエネルギー起源 CO2 ですので、エネルギーをどう選んでどう使っていくかということということになると思います。とすると皆さんの、ね、関心が非常に高い自然エネルギー、いわゆる再生可能エネルギーですけれども、それ今回のシナリオでは約 50% が可能、実は前回のシナリオでも、ね、そう出てるんですけれども、今回さらにもう 50% ということが強くこれハイライトされてきています。でも先生、あと10年ですが、これ無理はないんでしょうかね。日本は、ね、かなり短い期間にいろんなことをやってきてるんですね。例えば戦後、石炭から石油に移って、高度経済成長なんていうのも非常に短い期間で達成してるんですね。日本はそういうことをやる能力があって、誰かがリーダーシップを取ってやっていくとですね、高度経済成長をしたり公害問題の解決をしたりというようなことを、してきたわけですね。ですからこれから10年間、こういうことをしっかりとやっていけば無理なくできると私は考えています。はい、ありがとうございます。でしかも実際に、10年という間ですので、既存の、ね、電力系統を、前提に考えなければいけないということで、これダイナミックシミュレーションも2030年にしていただいています。でこれダイナミックシミュレーションっていわば日本に842箇所ありますアメダスの気象データ、実際のこの気象データを、平均した日本の気候ですね、それを使って1時間ごとに24時間、365日走らせて、どれくらい実際に先生が想定された再生可能エネルギーが発電するか、でそれぞれ充電力地域ありますから、そこの地域でそれぞれ賄うかどうかということを、できるかどうかということをやっていただく、これがダイナミックシミュレーションなんですけれども、これで先生、今回石炭火力をこれ2030年ゼロ
という想定で回されて、で実際に可能だと出たんですけれども、これどういうふうに可能になってるんでしょうか。現在石炭火力は3割弱、電力の3割弱供給しています。これは自然エネルギーは現在2割近くなってきていますので、これを増やしていくということをすると、石炭火力を、自然エネルギーで、かなりの部分代替できます。それから、その過程ではガス火力発電を増やしていくということで、ガス火力発電を増やすというよりも現状の設備をですね、もっとよく利用すればいいだけのことなんですけれども、そういうことをすることによって、発電量を大きくすることができますので、それぞれの電力会社ごとに、石炭火力がどのくらい減らせて、火力がどのくらい設備利用率が上げられるかということを調べていくことによって、そういうことが可能になるということが分かりました。それぞれ無理なくできると思います。はい、これ重電力地域に実際にあるガス火力とか、そしてそこで発電できる再生可能エネルギーとか、それをそのままもう実際の設備容量のままで走らせてみて、それで可能だっていうことですか。そうですね、ガス火力についてはそうです。自然エネルギーについてはこれから増やしていくんですけど、はい、可能です。はい、はい、ということは現状あるガス火力でさらにガス火力を新設する必要はないということですね。ガスの消費量は増えていきますけれども、はいはい、ですから、はい、先ほど計算したような費用が発生するので、これを受け入れ可能なことなのかどうかということが問題になるだけではないかと思います。はい、はい、またこの後費用も計算した報告書を再度、発表する予定にはなっているんですけれども、そうすると既存のガス火力で今だいたい稼働率が、35% か 50% の低いものを実際これダイナミックシミュレーションで走らせるとどれぐらいの稼働率でいけるんですか。 70% ぐらい、だから2倍にすれば、うん、ガス火力の発電量が現状の倍になりますから、はい、十分いけると思います。はい、とすると、はい、日本が今持っている設備の範囲内で可能だということになるわけですね。はいはい、と思います。はい、はいはい、これは非常に心強い結果が出たなと私たちも思っております。はい、この同じ化石燃料の中でも1キロワットアワーを作るのに石炭は皆様ご存知のようにガスの2倍、どれだけ高効率でもガスの2倍出してしまいますので、この石炭火力をいかに早く廃止していくかということが日本が国際社会からも強くこれまでも批判されていることですので、今回このダイナミックシミュレーションで2030年石炭火力をゼロにしても日本は今の既存のこのガス火力を稼働率上げて、で再生可能エネルギーを主力、まさに本当の主力電源化していくことによって、日本の今の電力システムの範囲内、その延長線上でできるということが分かったわけですね。はい、そうです。はい、できます。はい、ありがとうございます。でそしてあともう一つやっぱり気になるのが、この私たちでどうしても電力だけを考えてしまうんですが、実は電力というのは日本全体で使っているエネルギーの中で4割程度ということで、残り6割の自動車の燃料ですとか、あるいは産業用に使う光熱を作るみたいな、そういった熱燃料需要なんですけれども、これについて先生は逆にその余剰電力で賄っていくということをご検討されて、でこれについてこのどうしてこの余剰電力が発生して、でそれをどういうふうにするかって、もう一度ご説明いただいていいですか。太陽光発電と風力発電は人間が欲しい時に発電してくれるわけではないので、1年間にある程度以上の発電量を欲しいとなると、それなりの規模を設備を設置する必要があります。その設備を設置すると、一般的には必要としている電力以上の電力を発生するということになります。でそれをどこかで受け止めてやればいいわけですが、バッテリーと揚水発電で全部溜め込めればいいんですが、大きな量になりますので、どんどん使っていく用途がいいわけですね。それは工場のエネルギーであったり、自動車用のエネルギーであるわけですけれども、こ
これは ある時刻に必ずその電力が必要っていうわけではないので、どちらかというと発生した電力のある時にそのエネルギーを使えばいいということで、例えば、工場ではですね、天気予報を見て、これから発電量が増えそうだという時に、ある産業の計画を立てるということをして、ディマンドレスポンスというのをやればいいわけですね。小西さんが調べた例では、電炉で冷徹する例では、そういう応答ができると。電力、発電量が多い場合には、その電炉を動かして、鉄を作るのを、余剰電力で九州では実際にやってるということですので、もうそんなことが始まってるんですね。ですから、こういうことを生産側が、気象条件に合わせて、天気予報の精度も非常に上がってきていますので、2時間先の予報が非常に精度よく得られますので、そういうことが可能になるというふうに考えられます。これは風力発電を増やしていくと、こういう蓄電装置の必要量が減ってきますので、風力と太陽を上手に組み合わせてですね、というデマンドレスポンスといいますか、使う側の需要の時間をずらしてやるというようなことをやることによって、いろいろな工夫ができそう。はい。はい。まさに日本も電動車をこれから増やすと首相もおっしゃっておられますので、そういったところの直接電気ディマンドリスポンスで、いわば時間を問わないものに供給したり、あと結局は電気の需要と合わせるためにわざと余剰電力を作るということが、これむしろ一つのポイントなわけですね。で、その余剰電力がどんどんできたならば、 はい、それで今度は水素を作っていく。です。はい。そうです。水素を作るということで、水素はいろいろなところに利用可能ですが、一つは移動する輸送機関ですね、飛行機とかね、これに使うのが、それからトラックですね、1日に相当長い距離を走るとですね、電気自動車でやろうとすると充電に時間がかかってしまう。水素であれば非常に短時間に水素が充電できます。これは水素は産業用の高温熱の利用、製鉄をはじめとして、そういうところに利用可能ですので、これからはそういうことが増えてくるというふうに思います。はい。すなわち余剰電力は電力の需要と合わせるためにも必要だし、逆にそれを使って、水、再生能由来の電力で水を電気分解することで作る水素、いわゆる本当に CO2 を出さないグリーン水素。で、これでもって燃料用とか熱用に回していく。という、それによって脱炭素化が全てのエネルギーにおいて可能になるというシナリオということですね。そうです。そうです。その通りです。はい。はい、ありがとうございます。あとですね、この今回は鉄鋼業、もう我々も実はこれまでのシナリオ、WWF ジャパンだけじゃなくてインターナショナルでも出してるんですけれども、100% 自然エネルギーシナリオといっても、最後どうしても鉄鋼業の高炉分だけは残って 5% ぐらい残って、実は 95% ぐらい自然エネルギーシナリオだったんですが、今回は以前よりもより踏み込んで本当に 100% この鉄鋼業もこれ可能にできたシナリオということなんですけれども、これ鉄鋼業、これ生産量をかなり低く今回は半分ぐらいに見積もられて、でかつそのうちの7割をスクラップ鉄を溶かす電炉で、すなわちもう電気だけしかいらなくなるので、CO2 はすごく減るということ で残りを今度は水素製鉄ということですね。はい。で、これはどれぐらいフィジビリティあるんでしょうか。いろいろなところで研究が始まっていて、あまり公開されていないんですけれども、いろいろな人たちが注目していますし、これからの一つの大きな技術の流れに水素を利用するということになってくると思います。ヨーロッパではそうです。日本も長い鉄鋼業の歴史がありますけれども、2050年を過ぎても鉄の生産をしたいという産業人は、もう水素製鉄のことを考えないわけにはいかないと思います。はい。うん、はい。ちょうど今日の新聞にも発表があったんですけれども、はい。日本製鉄さんが2050年に
温暖化ガスの排出量実質ゼロで、それを電炉の導入や水素利用で賄っていくというような発表されて、まさに今日のこのシナリオをなぞるような発表を、そうですか、はい、いや日本の鉄鋼業はもうなかなか動かなかったんですけど、やっぱりねこれはね政府がそういうことを言うと、企業人では優秀な技術者がたくさんいて、これをやりたい、あれをやりたいと思ってるんですが、社内でそれを言っても、政府がそれを推してないとですね、社内で通らないんですよね、それを。ですから、政府のリーダーシップが非常に重要で、それがあることによって、企業の中の優秀な技術者がですね、奮い立って新しいことができると思います。はい、まさに政府のこの、一種の首相の鶴の一声で一斉に日本の企業さんも脱炭素化加速させていて、で、ね、はい、でかつ先生がおっしゃるように、ね、優秀な日本のその企業の技術者たちはむしろこの機にすごくこうワクワクしてるのかもしれませんね。そう思いますね、はい、うん、はいはい、であとですね、今一つ脱炭素化って言われたときに、まあ、水素とあと CCS とか CCU っていうことがすごく取り沙汰されてるんですけれども、先生今回のシナリオではいわゆる化石燃料を使いながら CCS ということではなくご検討されてるんですけれども、実際今例えば化石燃料を使いながら CCS を使うっていうことはそれについてはどう思われますか。ね、それを進めると化石燃料いくらでも使っていいじゃないかということになるので良くないんですよね、アクセルとブレーキ両方踏んでるような、うん、最近のコロナの対策もちょっとそんなようなところがありますけれども、ということなので本当はすでに、放出 してしまったものをちゃんと整理する。昔隅田川の水がものすごく汚れてしまってどうなることかと思ったんですが、人間の力はやっぱりすごいもんで、どんどん水質が浄化されていく。それから大気汚染で大気中にたくさん汚染物質が出るというようなこともありましたけど、それも改善されてきました。それと同じように、この大気中に放出した CO2 をですね、ゼロシナリオが実現できたら、今度はその余力を買って、すでに放出した CO2 を、取り出して建築材料とか人間が必要としているものに変えていくというようなことが行われると思います。そうしないと、話があべこべになりそうですから、今化石燃料を使って CCS をやろうというようなことを考えるのは全然筋違いだと私は思います。確かに経済的にも化石燃料輸入費用を払った上さらに CCS をするためにエネルギーを投じて、かつ CCS の高額な費用を払うというのは、再エネがこれだけコストが下がっているときに、まあ、経済的にはなかなかありえない選択、ね。そうですね、そういう事態になってきます。はい、はい、はい、では、いずれダイレクトエアキャプチャー、今ある大気中から CO2 を取り出すみたいな、はい、これもまた先生のような技術者の方はワクワクされるのかもしれないですね。ね、面白いですよね。はい、ぜひやってほしい。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にズバリ、2050年脱炭素化は可能でしょうか。え、もう私は十分できると思っています。はい。はい、ありがとうございました。皆様ね、たくさんのご質問来ておられますので、後でまた質疑応答のコーナーで先生にお話しいただきたいと思います。じゃあここで、もう一度まとめさせていただいて、私ども WWF から2030年の提言をお伝えさせていただきたいと存じます。よいしょ、では画面共有させていただきます。はい、私たちからの提言なんですけれども、2050年ゼロを見据えた2030年のエネルギーミックスとパリ協定国別削減目標の提案でございます。で、これできますと、今先生からお話しいただいたような2050年に 100% 自然エネルギーシナリオは可能
で、これをどのようにして2030年から加速していくかというところでいきますと、まずこのシナリオの計算では最終エネルギー需要は 21% 減少が可能と出ております。これ2015年比なんですけれども、2013年の方がこちら政府の基準年の方がより排出量多いので、政府が今見通しが2013年比正味で 10% なんですけれども、少なくとも倍以上省エネが可能ということがこのシナリオから分かっております。で、現状ね、すでにこの政府見通しの時よりももうすでに下がってきていますので、これは十分可能な数字だと思っております。そしてその後のこの一次エネルギーのこの供給と、それから電力の供給、電源は2030年このようになっておりまして、まずこれやはり 0% 石炭というのが可能だということが分かりました。石炭火力は2030年までに全廃止が可能です。で、ダイナミックシミュレーション、先ほどご説明したダイナミックシミュレーションの結果、この充電力地域において全域で2030年までに廃止しても電力供給には問題がないということが示されています。これは原発の想定は稼働30年で廃止で、稼働中及び再稼働見込みの原発のみ想定する、すなわち今の現実を直視した形で想定しまして、そうしますと残りに2030年に 2.1% 残っている。で、これでダイナミックシミュレーションをした結果として、ガス火力を現状の稼働率 35% から 50% を 70% ぐらいに上げることで賄えるということが分かりました。ということで、今後ガス火力の新設も不要ということに分かっております。で、その時自然エネルギー、これだいたい約 50% 可能と出ております。で、これ現状地域間連携線のインフラなどを増強することなく、これ自然エネルギー 50% が可能であるということが、この気象データを使ったダイナミックシミュレーションで示されております。ただ沖縄だけはバイオマス発電などの増強を想定しております。ということで、2030年の自然エネルギー約 50% を目標とすることは、現状の電力システムのインフラ内、その延長線上可能だということが分かりました。そしてもう一つ重要なのが、先ほどから説明いただきました余剰電力を使った燃料と熱需要へ充てるグリーン水素の活用です。で、まずは電力は電力のままで使っていくというのが一番損失が少ないので、なるべく脱炭素化が難しい燃料用途と産業用の高熱用途の化石燃料需要を電化していくということがすごく重要になってきます。そのためにやっぱり電気自動車のシフトとかは非常に重要な要素なんですね。で、その上で今度はこの自然エネ由来の電力を使っての水の電気分解によるグリーン水素が化石燃料の脱却の道筋となります。で、先ほどからご説明いただきました余剰電力でグリーン水素を作りまして、これに燃料と熱需要に当てていくということになっております。これは非常に理にかなう脱炭素社会のエネルギーということになります。そして鉄鋼業からの CO2 削減は、今非常に鉄鋼業っていうのは日本の CO2 排出量の 15% ぐらいを占める非常に大きな割合占めていますの で、さっきご説明したように我々のシナリオでも最後までここはまだ残っていたんですけれども、今回は活動量を 53% に低下して、そして7割電炉、スクラップ鉄を電気で溶かして使うものに移行しまして、で、そして今度はこの電気分解方式と水素製鉄ということで、2050年こちらも脱炭素化を可能と見ております。今説明ありました CCS ですね。で、こういった形で可能と思っております。ということで、可能は CO2 排出量が2030年に 49% で、 GHG 排出量で 45% 削減が可能ということで、我々パリ協定の NDC 削減目標は 45% ということを提言させていただきたいと思います。ということで、これを必要とさせるには経済政策と環境政策を一体で議論できる体制を整えるということがすごく重要だと思っております。そしてこの後また費用も計算したものを再度発表する予定です。はい、ありがとうございました。
はい、土屋先生、小西さん、ありがとうございました。小西からは、提言にまで、2030年のエネルギーミックスの提言まで、ご紹介をさせていただきました。続きまして残りの時間で質疑応答に入っていきたいと思います。非常にたくさんの質問をいただいておりまして、私もちょっと選ぶのに今困っていたところなんですけれども、まあ、いくつかちょっとまとめながらご質問で、回答できるものはまとめながら進めていきたいと思います。まず一つ目にいくつかですね、海外の状況を今回のシナリオに反映しているのかどうかっていうに関連する質問がありました。例えばですね、これは水素なんですけれども、海外からのグリーン水素やそれから作ったメチルシクロヘキサンなど輸入は前提とされていますでしょうか。あるとすれば国内再エネからの供給量と比較してどの程度でしょうかというご質問ですとか、あるいは海外のスコープ3ですね、この海外のサプライチェーンによるスコープ3、影響はどのようにお考えでしょうか。もう一つ質問が来ているのが、今回の報告書、日本に対象を絞っているようですけれども、それは非常に珍しいものかなと、 IEA などの質問、報告書などは世界を対象にしていますが、今回の報告書、日本に対象を絞っているのはどういう理由があるんでしょうかというような、ちょっと海外に関連する質問がいくつか来ております。このあたり、土屋先生いかがでしょうか。お考えをお聞かせください。はい、海外から水素や水素の化合物を、運んでくるというのは石油を買ってるのと同じことなので、私は全然考えていませんし、そんなことをしなくても国内で十分供給可能だというふうに考えました。だから研究を日本だけに絞ってっていうのは日本なので日本の研究をしているというだけで、世界で各地でこういう研究は世界中で行われています。世界全体を対象にして、世界全体が5%自然エネルギーで供給できるというような研究がスタンフォード大学とか、それからフィンランドのラッタ工科大学なんかでも行われていますし、それはそれでいいんですが、日本はやっぱり日本なりの特殊な事情、人口が多くて国土面積がそんなに広くないというようなことがありますから、ここでどのくらいできるかというのはかなり、難問なんで、それを解こうというふうにして、そんなところで回答になるでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは小西さん、何か補足とかありますか今のに。はい、今回の WWF Japan のシナリオが日本を対象としているのは、もともと WWF100 カ国で活動していて、でインターナショナルの方で全世界のエネルギーシナリオを出しております。で各国がそれぞれの国でそれを達成するのはそれぞれの国の事情でどういうふうにやれるかということを出しておりますので、WWF Japan として日本を対象にしている。でインターナショナルではインターナショナルでどうやってやるかということを出しております。ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、原発に関する質問もいくつかお寄せいただいています。今回の報告書では2038年に原発がゼロになるということで、前提はすでに稼働しているもの、また稼働が、見込まれているもの、これを30年を、期限に廃止していくという前提のもとで計算すると2038年なんですが、いくつかのご意見の中で2030年までに原発廃止ゼロにならないものでしょうかというようなご質問もいただいていますが、もしこれ2030年に廃止をするとした場合に、今回の報告書の、シナリオは何かどのように変わってくるでしょうか。何か大きな影響はあるでしょうか。原発が寄与している割合はほんのわずかですので、太陽光と風力をちょっとだけ増やせばそれは間に合います。ですからほとんど何の問題もありません。ただもう稼働しているものないしはそういうふうに決めてあるものを、使わないというふうに、することができそうもないというのがこのシナリオを作る場合の前提でしたので、含めて考えました。なくても大丈夫です。ありがとうございます。
続きましてですね、バイオマスについての質問もいくつか来ています。バイオマスに関して、まあ、太陽光や風力を、まあ、かなり引き上げるということで、今回のレポートにもあるんですけれども、バイオマスに関しての何か期待、課題はあるでしょうかというご質問。あともう一つ、バイオマスについては木材を燃やすので CO2 を排出しますと。ですので、脱炭素には使えないのではないでしょうか。使った木と同じ量の木材を植林により解消するには成長を待たねばならないので、現実的には使えないと思うのですが、いかがでしょうかというご質問です。このあたり、バイオマスに関していかがでしょう。これについては、森林のバイオマスと廃棄物のバイオマスを利用するようにしましたが、2017年の報告に比べると、半分近くに今回減らしています。アウダウェフの皆さんが持続可能性について、心配をしていますので、どなたかご説明をしていただければと思います。バイオマス。はい。はい、では、ここ、市川さん、いかがですか？はい。今、映ってますでしょうか。はい。はい、気候グループの市川と申します。ご質問ありがとうございます。おっしゃる通りですね、バイオマスに関しては、CO2 の排出を伴いますので、利用っていうのが必要だと我々も考えています。特に、まあ、国内とかですと、植林をせずにですね、まあ、伐採した、搬出しただけで、再植林しないっていう事例も聞くので、まあ、再植林して、ちゃんとですね、持続可能性を担保していくことは必要だと思います。一方で、森林のストックとかを見るとですね、人工林で30億リューベですか、森林全体では50億リューベっていう、まあ、ストックの財務ところの活用っていうのは、我々としてもできるんではないかなと考えてます。あと、まあ、バイオマスの利活用っていうのをある程度、まあ、持続可能性 LCA に、まあ、配慮してですけども、まあ、なんていうんですかね、担保しながら進めていかないと、やはりその分のエネルギーを、まあ、補うということで、他に、まあ、太陽光であったり風力の設備量っていうのがこう、まあ、ある種バーターというですかね、必要になってくるので、まあ、国内、先ほどその国内で設置できる場所であったりとかっていうのは、日本の場合ある程度こう国土も狭いので制約されている中では、やはりまあ活用が必要ではないのかなというふうに考えています。ありがとうございます。では続きまして、こちらの質問に行きましょう。余剰電力が発生すると、キロワットアワーの価格がマイナスになり、それを利用する電力需要 B には良いニュースです。が、自然エネルギー発電会社の収支にとっては困ったことになりそうです。どうすれば自然エネルギー発電に設備投資をする動機を発電会社に与えることができるのでしょうかというご質問です。余剰電力は余剰電力として売れますし、需要側の、度合いによっては普通の電力よりも高く売れる可能性もあるというふうに私は考えていますので、決して、そのようなことにはならないと思います。それは、需要側が必要としているときにそれが供給できるというように、うまくマッチングが取れればいいわけですね。それを需要側がシフトすることと組み合わせて、実際上ですから、変動する電力価格のようなものを設けて、ユーザーがですね、安い時に買うというような構造にすることによって、供給側もですね、それに合わせて、余剰電力の供給ようなことが可能になる大きな市場ができると思いますので、あんまり心配しなくていいと思います。人間の活動は、電力需要 A だけでは成り立たないってことがあるわけですから、電力需要 B にも当然値段がつくと思います。ありがとうございます。このあたり何か提言の点からも補足とかありますか、小西さん。そうですね。これ2030年に余剰電力はまだ 113% ぐらいなんですけれども、これが2040年、2050年になるとほぼ2倍になっていくんですよね。ってことは、先生、これから新しいビジネスがどんどん生まれてきて、で、そこから以降、そのビジネスを制する人は、この余剰電力の活用、これも一つ大きなチャンスになるっていうことですよね。
そうですね、すごい面白いあのテーマで、あのいろんなことが考えられるんじゃないかと思います。はい、はい、皆さんに期待しています。ありがとうございます。はい、続きまして、こちら行きましょう。エネルギーの需要削減は、人口減少や産業構造の変化でできるというふうに考えるのは楽観的すぎるんじゃないでしょうかというご質問でして、それに関しては経済事業主義という制度の抜本的な変更がない限り、あのなかなか難しい、人間の意識を変えないと実現できないんじゃないでしょうかということですが、このあたりはどうでしょうか。今回の、あの想定と比べて今のご質問に関して何か補足できるようなあのお考えがあればお願いいたします。鋭い質問で、上手に答えられるか分かりません。ただあの、一番あの可能性が高いあの 方策の一つがこれだったので、このことを分析してみました。他にもっといい方法があればあのエネルギー需要を減らすための社会を変えていくような方法があれば、ぜひそれをしたいと思いますが、私はこの方法が一つ、重要なんではないかと思っていますし、最近 あの、産業界の動きを見ていると、そういうような動きが非常にあの顕著に現れています。鉄鋼業は、海外に行って航路を動かしてたあの巨大な鉄鋼業が海外で電炉を建設してリサイクル鉄を作るなど、国内ではなくて海外でそういうことをしようなんて出してるし、国内の航路もだいぶ余ってきたんで、あの運転を停止するなんてことが起こっていますので、こういう産業構造の変化に他でもセメントが需要が小さくなっていく、紙の需要が小さくなっていくようなことがそこら中で起きていて、企業家たちは新しい設備投資を陳情しているというような状態ですので、そういうことを考慮してこの産業構造、大系の産業が縮小していくということを考えました。ご質問 あの、意図は分かるんですが、適切なあの方策が私は他に見つからなかったということです。はい、はい、ありがとうございます。このあたり、あの人々の意識を変えるというところでは、我々あの WW ジャパンがこの提言をどう使っていくかというところもあの大きいかと思うんですが、小西さんいかがでしょう。はい、そうですね、やっぱり我々としては今の現状のそのままの延長線上の未来ではなく、我々の意思でやっぱり脱炭素化、そして災害とかがよりない、でも我々のその抵抗力も高めるような社会に変わっていかねばならないというのは全員思っていることだと思うんです。その時に未来をどう、まあ、形作って見ていくかっていうところの提言を一つの考え方としてお見せしたいと思っておりますので、逆にそういった質問をねいただいて議論をこうしていただくことが目的なので、ぜひいろいろとこれからも意見交換させていただけたらと思います。はい、さて続きまして、こちら行きましょう。2050年ゼロにはカーボンプライシングどの程度寄与するでしょうかということなんですけれども、長い間カーボンプライシングの導入については議論がされているところではありますが、このあたりカーボンプライシングゼロに関して2050年ゼロに向けて、寄与というのはどういうふうになってくるでしょうか。はい、じゃあこれは私の方から、あのこれ実はそのもう一つ前のシナリオで、これを実現するには炭素価格がどれぐらいに必要かっていうことをあの先生に計算していただきたいと非常に無理を申し上げました。だけど結局ですね、炭素価格というのは、まあ、一種こうかなり恣意的な部分があるんですね。どの技術がどれであの見ていくかみたいなところがあるので、実はあのなかなか明快な答えというものは出せないという結論がよく分かりました。ただしですね、あのカーボンプライシングは必ずこのシナリオを実現するためには必要となってきます。これだけ大きな大胆な
産業構造の転換、そして脱炭素社会を目指すためには、それに向けたポリシーのインセンティブがすごく重要になってきますので、まあ、いわば石炭がこれだけ日本で、まあ、伸びてしまった理由というのも、やはり炭素価格がない、明示的な炭素価格がないからですよね。でしかも今後も炭素価格があって、しかもそれが上がっていくっていうことがあると、企業の皆さんはそこでもはや投資の行動を変えると思うんです。でも今まで日本はこういったカーボンプライシングがなかったので、結局シグナルがないから社会の転換が遅れてきたといった面があります。ですのでこれからはカーボンプライシングの議論すごく盛んになっていくと思いますが、ぜひもう必ずいると思っております。はい、続きまして、コロナウイルスに関する質問が一つ来ておりました。今回のシナリオに関してコロナによる影響というのはどれぐらい考えておられるのでしょうか、入ってるんでしょうかという質問なんですが、コロナによるパンデミックの影響というのは今回の報告書の内容の中にはどれぐらい関わってくるんでしょうか、何か影響はありますでしょうか。特に考慮しませんでした。定量的な計算に結びつくようなことをすることができません。何か具体的な証拠とかですね、実際の、データに基づいたことをしようと思うと、具体的にどうなるかわからないので、このことはシナリオの中に含めていません。ただ全体の動きとして、リモートの会議が増えたり、それから都市への集中が減ってきたりというようなことは起こるだろうと思いますが、それをシナリオの中に定量的には含めていません。はい、ありがとうございます。一応その、定量的ではない情報としては報告書なんかにも考慮しているというところですね。はい、では続きまして、ダイナミックシミュレーションの関係で一つ質問をいただいています。このシミュレーションの中で需要パターンはどのように想定されていますでしょうか。エネルギーを電力化していく中で、例えば EV などの EV の充電などが夜集中しないかなど、需要パターンの変化も考慮はされていますかというご質問です。需要パターンは想定していません。余剰電力の発生に応じて価格が変わってくれば、ユーザー側がそれに対応するであろうというふうに考えていますので、そのパターンそのものを想定したりすることはしませんでした。それもいろいろなパターンを想定して研究するというのは面白いテーマだと思うんですが、今回はそういうことをしていません。はい、ありがとうございます。そして、時間がもう少し、もうあと数分ありますので、もうちょっと行きたいと思いますが、そうですね。じゃあこちら、2030年の電力構成で自然エネルギー 50% は送電線を増強せずに達成できるという説明をされました。2050年に向けては送電線の改善なども必要ではないかと思っています。2030年よりもあと2050年までに必要なインフラ整備にはどんなものがあるか、想定されていることを教えていただきたいですというご質問です。太陽光と風力が増えてくると、それをお互いに融通するための送電線の規模をいろいろに変えていかないといけません。特に本州と北海道との間の送電線とかですね、から各電力会社間の送電系統、そういったものも増やしていかないといけないと思いますが、2030年の時点では、ガス火力がそれぞれ頑張って発電をしますので、そういう規模が少なくて済むということでありまして、2050年に向けてはしていかないといけないことがたくさんあると思います。これに関しましては、実は前回電力系統のシナリオを出しております。でそれによって2030年、2040年、2050年に向けてどれぐらい地域間の連携線の増強がどこの地域で必要かっていったものも、まあ、詳細に出しておりますので、もしよろしかったら今チャットでそこの
あの報告書もウェブにアップしてますので、うちの WWF のメンバーよかったらチャットでその電力系統シナリオのリンクをあの皆様にお伝えしてください。でそれによってもね、先生、2050年になってもあの今の系統連携線、もちろん増強が必要なんですけれども、ものすごく巨大な規模というものではなく、もうその時 の, あの必要となる費用とかも計算したんですが、十分フィジブルな範囲内でしたよね。ぜひまたそちらのシナリオも見ていただければと思います。それではですね、最後に一つちょっとバックキャスティング、この報告書はバックキャスティング型でしょうかという質問が2つほど来ていますので、それについてお願いしたいと思います。本シナリオはバックキャスティング型のシナリオと考えてよろしいでしょうか。現状の延長線上フォワードキャスティングですと、2030年までに風力を 20% 前後に伸ばすのは難しいと思いました。今回の報告書はバックキャスティング型ということでよろしいでしょうか。もちろんバックキャスティングです。目標があってそれに沿って考えています。ありがとうございます。というわけで、ちょうど今3時になりました。まだ実はですね、本当に非常にたくさんの質問いただいておりまして、お答えできていないものがたくさんあるので申し訳ないんですけれども、時間となりましたのでこのあたりで、締めていきたいと思います。皆様たくさんのご質問をありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、日本が2050年ゼロという明確な目標を掲げた今ですね、皆様それぞれにおかれましても、これからあのどのような方向に進むのか、この2030年のエネルギーミックスの行く末というのは非常にあの関心のあるところかと思います。私たちが今日発表したこの報告書、そして提言をもとに、私たちもこの2050年ゼロが実現するものとなるように、あの呼びかけを政府に続けていきたいと思います。ぜひ皆様の活動におかれましても、この報告書、提言をあのご活用いただけますと幸いです。最後にでは、アンケートのご案内をさせていただきます。本日ご参加いただいたこの発表会に関するアンケートにつきまして、このウェビナールームから退出後に皆様の画面にこのリンクが表示されます。また合わせてこのチャットボックスでもリンクを、アンケートのリンクをお送りしております。ぜひ今後の活動に生かすためにアンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。また何かご質問などさらにございます方は、各機のメールアドレスまでぜひご連絡をください。というわけで、1時間半にわたってお届けしました本日の発表会、以上でプログラム終了となります。皆様、長い時間ご参加ありがとうございました。また、たくさんのご質問をありがとうございました。